ルベシベ駅は、北海道北見市ルベシベ町東町にある、北海道旅客鉄道赤北本線の駅。駅番号は、A56。電報略号はルエ。事務官コードは122,525。JR 線において、ルで始まる駅は、東駅とルモイ駅のみとなっており、私鉄、第三セクター線には存在しない。旧ルベシベ町の代表駅かつ、 温音湯温泉の玄関口であり、特急、オホーツク、大雪、特別快速、北目を含めたすべての旅客列車が停車する。1977年のルベシベ駅と、周囲約666メートル1キロメートル範囲、右が網走方面。かつては、円軽側にストックヤードがあり、貨物ホーム付近までがヤードであった。 貨物ホームからストックヤードにかけて3本の側線が分岐合流しながら敷かれていた。駅裏には2本の貨物線の外に膨らんだ1本の貨物線があるが、かつてこの線は、駅裏の左手にある大きな北見営林局ルベシベ営林所管轄のストックヤードの中央へ引き込まれた専用線と外周線の一部であった。1977年の航空写真ではその外側に青い、 小さな車庫があり、そのそばに白くいびつな丸い形に埋められた、かつての縄文峠越え用補給用蒸気機関車の転車台跡が見える。さらにその下には木工所の工業団地があり、三本の引っ込み線が伸びているが、すでにあまり利用されていないようで草むしている。営林所のヤードはすでにトラック輸送に切り替わっていて、外周を平で区画しているが、鉄道貨物を利用していた頃は、 敷地の境界はなく、線路木は一杯までヤードが広がっていた。このヤードにはかつて、オンネイユ森林鉄道が接続しており、西方の向川流域やその上流の支流糸向川流域、昭和28年にはさらにその先、関北峠を越えて、旭川栄林局管内にある総運橋上流の石狩川源流となるルベシベ内川流域から木材を運搬していた。 この石北峠を越えるために、簡易軌道として、道内発の15トンディーゼル機関車5台が導入された。また、糸無加工山への人員輸送を行っていた時期も、ある。幹線長52キロメートル、支線を含め総延長81.5キロメートルにも、及んだこの長大森林鉄道も、国道整備によるトラック輸送と木材需要低迷に押されて、昭和35年に廃止された。 ヤードの左端から写真左下へ向けて、道が敷かれているが、これは、かつての軌道跡で、その延長上のルベシベ長期線道の横を御根ゆえ、向けて走っていた。国土交通省国土画像情報をもとに作成、アイヌ語のルペシペが点火したもの、短式ホーム一面一線及び、島式ホーム一面二線の計二面三線を有する、地上駅、駅舎は北側にあり、 南側に出入り口はない。駅舎側にある単式ホームは、島式ホームの形状になっていて一番乗り場へのスロープが設置されており、段差なく行き来ができる。駅舎と2.3番乗り場とは、古戦橋で結ばれ、ログハウス風の待合室がある。元は、木材出荷が主目的の駅として、客扱い用には、島式ホームしか有しておらず。 短い短式ホーム跡後に普通列車専用として設けられた。それと共に島式ホームも円丸側に延長されている。一番乗り場は駅舎裏側片面の上下層方向の利用である。2016年4月30日までは社員配置駅だった新聞2が同年5月1日から簡易委託駅となり、駅から200メートル北の五福店、坂口五福店が切符の販売を 1> 週1回、事前申し込みを行った場合に限り取り扱う、新聞1、簡易委託後は、普通乗車券や自由席特急券のほか、R 切符、札幌往復限定切符、定期券のみ取り扱う、新聞5、町を形成している、ハートフル、プラザ駅向かいの、ハートフルプラザに、北海道北見バス、ルベシベ案内所が設置される、かつては、北門バス、 東北バスによる一般路線が乗り入れていた、北海道旅客鉄道関北本線、特別快速、北三区田原駅ルベシベ駅、愛内駅普通西ルベシベ駅ルベシベ駅、仮想の内刈り場工場、愛内駅内串線は廃駅。ありがとうございます。